部長です。つむぎだよ。前回の終わりは新しい街づくりのための市場だったが、今中央に見えてるのがそうだね。まだまだ人が増えそうだから、新しい家を準備するためにもさっさと市場はできてほしいところ。で、今回はそれがメインか。そうなるといえばそうだね。こっちの方も働き手を削り続けちゃったし、でもそれだけだとつまらないから、右に見えてる山の方にも着手する予定。そのためにも早く町として成立させないと。このままだと遠くから働きに行くことになるからな。それはできるだけ避けてあげないとね。って思ったより時間がかかりそうだから。もう鉱山に着手するのか。準備だけはしても大丈夫でしょう。ただこのままでは遠くから働きに来ることになるが、まあ今は一番優先にしてるし、その月は家だけどそっちを優先してもらえば。まあそううまくいくかだな。でこれで設置できるかな。ダメか。なんか平地とのバランスの問題があるみたい。となるとその山は難しそうだな。回転させたぐらいじゃダメだね。ならこっちならどうだ。お、いけそうだな。ならここに立ててしまおう。これでしばらく様子見だな。また働き手を待つ段階にね。やはりというか問題が起きたか。喉が渇いてる。大将の住人は鉱山の方から来たな。こういうのもあんだ。まあ水があるぐらいだからな。水はあるけど持って歩かない感じか。これはどうやったら解消されるかだな。とりあえず家に向かってる感じはするけど、もしかすると家に帰ればなんとかなると考えるか。それ寒さの時もそうだったし。で、鉱山から一番遠いところに住んでる。そんな感じだな。よし消えた。ますます家を早くしないとな。この様子だと腹減ったとかも出てきそう。そうなるだろうな。そう考えるとこっちにも備蓄を置けるようにしとかないと。走行準備か。その前にレイアウト。道でどれぐらいの大きさにするか決めて。それを基準にか。後移動場所の確保もあるけどね。ここは 8×8 で。このゲーム、その大きさが無難そうだな。家を基準に考えるとそんな感じだね。市場はもう少しかかりそうだけど、今後の建設ラッシュに備え。何をするんだ。いや、建設くよって思ったんだけど、探しきれなかったか。だから素直に検索でって。どうしても日本語入力しようとすると大変だな。まあこの辺りはしょうがないね。そうだな。でこれを市場の近くに。これで家作りも効率的にできるはず。その前にやはり家が必要なんだろうが。というかいきなり人が当てられてるな。空き要員がいたからな。そういえば労働者が増えてる。子供がそれだけ育ったってことだろ。本当一気に発展していきそうな気がする。市場ももうすぐ完成だし。来たな。これで家の方の準備に入っていける。これも早めに用意してやらないとな。やっぱりまずは道で形を決めて、そこから家を用意。4つだな。だってこれが一番バランスいいし。やはり 8×8 か。そういや服も復活させておかないと。住人も増えつつあるからな。ほんとね。船はいいのか。まあ今すぎたし無理でしょう。それよりは移動。あとは道を整備して。少しずつ形が整ってきたな。これらができたら次はちゃんと働く場所を用意してあげないと。まだ6人も要望か。これでも家が足りないんだな。というか子供がどんどん大人になってるんだよね。そういうことだな。でさらに家を準備してあげないと。今回は井戸の周りか。井戸も 4×4 だから都合いいし。一旦作りかけの家が全て完成すれば要望は止まりそうだな。またその間に子供が大人になるんだろうな。そうだな。まあそれはその時考えるか。そんな感じで大丈夫か。大丈夫だと思う。難易度が低いせいでそこまで心配しなくてもなんとかなりそうだし。と思ったけどさらに言おう。気が変わったか。冷静に考えたらさっきのでギリギリだったから。まあすぐに要望が来てしまうだろうな。何か要望された分だけ家が必要になるのもどうなんだろう。実際は2人以上で住んでるみたいだが。
別に子供目おじさんでいいと思うけど。そういうな。この世界ではみんな独立したいんだろう。なら自分で建ててくれればいいのに。そう言われればそうだな。だが好きなところに建てられて困るのはこっちだぞ。鉱山が完成。これで鉄鉱石なんか悩まなくて済みそうだな。確かに鉄鉱石あるね。銀もあるな。でも今回は石炭。狙いは燃料工場、精錬所、そして鋼鉄だからね。その前に労働者だな。どこから持ってくるか。この雰囲気だと建設か。やっぱりそれしかないよね。そして移民が来たな。それは後回し。まずは一人でも働いてもらわないと。少しずつでもか。そりゃあね。で移民。前と言ってることは変わらないな。で違う人を選んじゃった。相変わらず子供が叫んでるか。もうちょっと発展したら受け入れてもいいんだろうけど。雷に打たれた。また不幸か。でも負傷者が増えた感じじゃなかったんだよね。それに住人の数も減ってないし。ということは何なんだ。何なんだろう。まあこういうのもあるってぐらいの認識でいいのかな。何も起きてないならそうだろうな。本当に気にしなくていいかはわからないが。もしかして寒いのかな。冬も近づいているからな。そういえばボイラーはここになかったな。まだ町としては優先すべきものがあったし。上の家も寒いようだな。もうそろそろボイラー準備してもいいか。そうしてもいいのかもな。ボイラーね。さすがに新しい場所だとどこに置くか決めやすいな。上の町は最初から周りが決まってたし。これ冬に間に合うのか。どうだろうね。でも材料は十分あるだろうから作るだけな気もする。確かにそんな気もするな。でもこれもできれば町としてかなり安定しそう。確かに。あとは働く場所だな。だね。そういえば倉庫。何気に用意してたんだな。前に気になってたことがあって。材料を近くに送って言ってたやつだな。それをやろうと思う。ささっとこの画面まで来たが、保存できるものが選べたんだな。この雰囲気だと施設間で直接やり取りしてる雰囲気はなさそう。現になぜかここに魚があるし。その可能性は高そうだな。だからこそここはちゃんと設定しておきたい。鉱山資源だけ配置するようにだな。ゆくゆくは鉄鉱所のためにね。本格的に鉱山のためといった感じだな。まあそうなるね。そしてここが鉱山の麓の町に。移民が去っていくな。本当あと少し頑張れば。ここまで来たら本格的に鉱山関係の施設の準備か。その第一歩が燃料工場だね。これがあれば高級燃料が生産できるようになるか。それができてからまだまだ先があるけど。これは倉庫の隣に。そのためにさっき保存できるものを決めたからな。偶然だけどいい感じにはまってる。そして次は精錬所。これもすぐ近くに建てる感じだな。だね。これもいい感じで。偶然とはいえきちんとはまったな。これが完成すれば鍛冶屋もアップグレードが見えてくる。そして鉄鋼所か。それで家のアップグレードだね。人も増えてきたから今度は食料もちゃんとしなくちゃ。畑か。今回はちゃんと2つに分けるよ。土地の有効活用だな。もしかしたら主食1つの方がいいかもだけど。どうした。道がしてない。なら回り道をするか。いやここはトンネル。それもあったか。さすがに回り道はきついでしょう。その間に畑ができたか。なんか一気に来たな。これで食料の準備も大丈夫かな。そういえば家の要望は落ち着いたようだな。空き家が見えるね。すぐ埋まるんだろうけど。で何をしようとしてるんだ。いや材料を変えようと思って。やっぱり石炭がいいし。最近は木材もあまり気味だが。確かにその辺は今後の様子見ても抱えていくかな。精錬所も完成。どんどん完成していってるな。それだけ人も増えてきたってことだよ。相変わらず建設から持ってきそうだな。
それでもどんどん働き手は入ってくるからね。そしてようやくここまで来た。鋼鉄だな。材料も心配いらないし、ここからは町自体のアップグレードだな。ほんとそうしていきたいね。トンネルも完成。ほんとペースが速くなったな。なんだかんだで住人ももうすぐ100人だしね。序盤の展開が嘘のようだな。ほんと子供が大人になるまでが一番面倒そう。もうここら辺の資源も回収していっていいかな。まあ鉱山の目処も立ってきたし、いいんじゃないか。ただ次は資源がなくなった時のことも考えないといけなくなってきたか。そういう問題は出てくるだろうがな。まあまだその段階には程遠いだろうが。人口が100人になったぞ。え、もうそこまで来た。お、子供の数が半数近いだな。いや、それでもここからは大きく発展しそうな未来が見えるよ。だが今はいない老人問題も出てくるぞ。確かにそれは怖いんだよね。そのためにも町を発展させないと。鍛冶屋をとうとうアップグレードか。鋼鉄は作っている最中だけどなんとかなるでしょう。まあこれも材料なくても予約はできるからな。あとは優先して。これで新しいものも作れるようになりそうだな。他の施設のアップグレードに使えそうなものができればいいけど。この音は鍛冶屋のアップグレードが終わったか。また働き手は持ってこないとだけど。ほんと建設からどんどん奪ってるな。一番無難だし。で、何が作れる？いろいろあるな。なんか生活の向上に向けたものなんかもあるね。こうやって見ると鍛冶屋は複数あった方が良さそうだな。確かにそんな気がするね。これだけ種類があるとそれぞれの鍛冶屋で別のものを作るとか。それが正しい気もするな。今はまだ鉄製工具で進めておこう。他のものは数を増やしてからか。もしくは必要に応じてだね。じゃあ終わりに研究をしよう。そういえば今回途中になかったな。町づくりがメインだったからね。じゃあポイントもそこそこ溜まってるな。ここに向けてだね。この建設キットな。これを実現するためにいろいろ準備ってのが今回になった感じ。で、キットのための鉄工所。このラインの一番最後か。南下生産所と精錬所の上位互換みたいだけど。アップグレードでいけるのかもな。その可能性はあるよね。まあ研究自体はしないことにはどうしようもないが。で、家の方だね。アップグレードのために。まだ選択がクスシになっているぞ。こっちだったね。このテントな。移民経営のためのものな気もするね。まあ今更だな。で、本丸、材料が複数必要だからそれなりに鉄工所も必要になりそう。それもやってみてだろう。ようやくここまで目処が立ったな。それでもまだ研究自体は全然進んでないな。まあ町自体全然大きくなってないからね。じゃあ鉄工所を準備しよう。これができて生産してだな。そこから町のアップグレードが始まる。まあまだまだ発展の余地があるわけだ。ということだね。次回は町のアップグレードを考えていかなくちゃ。